輸送とは、細胞などが個体内のある位置から別の位置に移動すること。多細胞生物の開発等維持における中心的なプロセスである。肺発生、創傷値及び免疫応答時の組織形成には、すべて特定の場所への特定の方向への細胞の組織化された移動が必要。細胞は化学信号や機械信号などの特定の 外部信号に応答して移動することがよくあり、このプロセス中のエラーは知的障害、血管疾患、腫瘍形成、転移などの深刻な結果をもたらす。細胞が移動するメカニズムの理解は、例えば新純性腫瘍細胞を制御するための新しい治療戦略の開発につながる可能性がある。細胞は複雑でオルガネラを持っている。メディアを再生する図地。 A タイム、ラプスマイクロスコーピービデオオブマイグレーティング、MC マイナス 10A セルズ、イミジドフォー16アワーズユージングクワンテティティブ、フェーズマイクロスコーピー、表面に付着した培養細胞の移動は、顕微鏡を使用して、一般的に研究されているが、細胞の動きは、非常に遅いため、移動を加速するために、移動する細胞の数メートル、分、タイムラプス顕微鏡ビデオが記録。 このようなビデオから主要なセリフロントが非常にアクティブであり、連続した収縮と拡張の特徴的な動作があることがわかるが、一般に先頭の全部がセルを前方に引っ張るメインモーターであることが受け入れられている。哺乳類細胞輸送の基礎となるプロセスのものと一致すると考えられる。共通の観察は次の通り、セルの移動方法に関する2つの異なるモデル。 A 細胞骨格モデル B 膜流モデル動的な微小管は、O の収縮に必要であり、移動している細胞の後端に分布。緑色の非常に動的な微小管。黄色の適度に動的な微小管と赤色の安定した微小管。安定した微小管は、支柱として機能し、O の収縮を防ぎ、それにより細胞移動を阻害。実験により、 セルの前端で急速なアクチン10号が起こることが示されこの観察は、アクチンフィラメントの形成が前縁を前方に、押し細胞の前縁を前進させるための主要な運動力であるという仮説を導きさらに、細胞骨格要素は、細胞の原型質膜と広範囲かつ密接に、相互作用することができる。他の細胞骨格成分は、細胞移動に、 重要な機能を持っているが微小管は細胞の移動中に公園の収縮に必要な収縮力に対抗する支柱として機能することが分かっている。細胞の公園の微小管が動的である場合、収縮を可能にするために改造することができ、ダイナミクスが抑制されると微小管は再構築できず、したがって収縮力に対抗できない。 微小管のダイナミクスが抑制された細胞の形態は、細胞が前端を伸ばすことができるが、後端を引っ込めることが困難であることを示している。一方、薬物濃度が高い場合、または微小管を外重合する微小管の変異は、細胞輸送を回復させることができるが、方向性は失われます。微小管は、細胞の動きを抑制し、 方向性を確立するために作用すると結論付けることが可能。研究ではまた郵送の前がエンドサイトーシスサイクルの終わりに内部の膜プールから細胞表面に膜が戻る部位であることを示しこれはリーディングエッジの拡張が主にセルの前面に膜を追加することによって発生するという仮説を導いているがその場合前面に形成される アクチンフィラメントは追加された膜を安定化させ、その結果、前面に、気泡状構造ではなく、構造化された延長部、またはラメラが形成される可能性もある。ただし細胞が移動するには、新鮮な足を前に持ってくる必要があり、それらの足は、細胞の後方に向かってエンドサイトをシスされ、液ソサイトをシスによって、細胞の前面に運ばれ、 再利用されて機質への新しい付着を形成する可能性がある。後方の膜流と後方から前方への消耗輸送は接着に依存しない移動を促進。接着性のクローリングは深核細胞が示す唯一の移動モードではなく重要なことに転移性がん細胞とマクロファージや口中球などの免疫細胞は接着に依存しない移動が可能であることがわかっている。 この移動モードの機構的基礎は、真核細胞のクローリング、または微生物による弁毛に基づく、遊泳のいずれよりも理解されていない。物理学者の EM パーセルは、細胞規模で適用される定例のルズ数、流体力学の条件下では、後方の表面流が顕微鏡オブジェクトが前方に泳ぐメカニズムを提供できると、理論付けたが数十年後、オプトジェネティクスを使用してこのモデルの、 実験的サポートが提供された。癒着せずにアメーバ状に移動する細胞は周囲の流体に接線方向の力を加えることにより細胞を推進できる細胞背面への原形質膜の流れを示すことが示された。細胞の背面から前面への膜を含む商法の偏った人身売買は細胞の大きさを維持するのに役立ち後方の膜の 流れは、リクタイアスティリアムディスクイディアム細胞でも観察された。なお興味深いことに、細胞上報方表面流の同様のメカニズムによってサポートされることもわかっている。最近の研究では、数学的モデルに基づいて、細胞運動の集合的な生態力学的及び分子メカニズムの新しい生物学的モデルを仮定している。マイクロドメインが、 細胞骨格のテクスチャーを織り込み、それらの相互作用が新しい接着部位の形成の位置を示すことが提案されている。このモデルによると、マイクロドメインシグナル伝達のダイナミクスは、細胞骨格とその機質との相互作用を整理するが、マイクロドメインがアクチンフィラメントの活発な重合を引き起こし維持するので、それらの電波と膜上のジグザグ運動は、 細胞境界に対して広い角度のスペクトルに向けられた湾曲子、または線形のフィラメントの高度に連結されたネットワークを生成。マイクロドメイン相互作用は、細胞周辺での新しい焦点接着部位の形成を示すことも提案され、その次に、ミオシンとアクチンネットワークの相互作用により膜の収縮、ラッフル、逆流、および収縮運動が発生する。最後に、 古い局所癒着部位にストレスを継続的に加えると、カルシウム誘発性のカルパインの活性化が起こり、その結果、焦点癒着が剥離して、サイクルが完了する可能性がある。移行セルには、極性全面と背面があり、それがなければ一度に、すべての方向に移動する、すなわち広がるがこの極性が細胞内の分子レベルで、 どのように定式化されるかは不明で、ランダムに蛇行しているセルでは、セルのその他の領域が新しいフロントを形成するため、フロントは簡単に受動的になる。相加性細胞では、細胞が刺激化学物質のより高い濃度に向かって進むにつれて全面の安定性が強化されたように見える。この曲線は特定の分子を細胞内表面の特定の領域に制限する。 ことにより分子レベルで反映。したがって臨時質 PIP3 と活性化されたラックと CDC42 は細胞の全部にあり、ロージートペースト点は後部にある。細胞運動の逆問題と呼ばれる研究分野が確立された。このアプローチはセルの動作、または形状の変化がこれらの変化を生成する基礎となるメカニズムに関する。 情報を運ぶという考えに基づいており、細胞運動の読み取り、すなわち基礎となる生物物理学的及び機械科学的プロセスを理解することは非常に重要である。これらの研究で開発された数学的モデルは生細胞の画像シーケンスの分析を通じて細胞の物理的特徴と材料特性を局所的に決定し、この情報を使用して ワクチンなどの細胞内の分子構造、動力学、ネットワーク、マイクロドメイン、相加性、接着、逆流及びプロセスに関する、さらなる推論を行う。ありがとうございます。